現在 AI は自動運転車、会話ロボットなどさまざまな場面で使われるようになってきました。我々のセンターもその機械学習の技術をベースに50チーム程度研究チームが設置されていまして、 AI の普及をどんどん図っていこうというそういう活動をしております。現在 AIP センターでは5つの活動を行っております。まず1つ目は次世代の AI の基盤技術を作ろうということで基礎研究を行っております。そして2番目は AI を使ってサイエンスの研究を発達させようと、 AI の技術を使って研究そのものをサポートしていこうと。そして3番目は AI の社会実装に貢献しようと。そして4番目は AI の倫理、法律、社会的な影響をしっかり分析していこうと。そして最後5番目、 AI の人材育成を行っていくと、研究者なりエンジニアを育成することも我々としても貢献していきたいと思っております。AIP センターには3つの研究グループが設置されています。1つ目は目的思考基盤技術研究グループ。こちらのグループは世の中の複雑な問題を解決可能な形に抽象化するという役割を担います。目的グループはいわゆる日本が強いサイエンスの分野、例えば再生医療だとかものづくりだとか、あるいはマテリアルだとか、でそれだけじゃなくて、国内の社会的課題、高齢者のヘルスケアだとか、地震の防災減災、あるいはインフラストラクチャーの自動検査、まあ、そういうような領域にもそこに AI の技術を導入して研究を加速すると。で具体的には地震動予測といいまして、スーパーコンピューターを使ってシミュレーションを行って、どういうダメージが生じるか、そのダメージを予測してそれを補うようにインフラを整備するだとか補修するだとか、まあ、そういうことをこれから進めてまいります。そして2番目は汎用基盤技術研究グループでして、目的思考グループが抽象化した問題を解決していくという基盤技術を作っていきます。大まかなイメージとしましては、世の中に数学的に解ける問題のクラスというのと、実世界で解くべき問題のクラスと、で一般的にはこの2つはバラバラになっているんですが、我々の目標としてはまずこの数学的に解ける問題のクラスをどんどん大きくしていく、そしてこっちの実世界で解くべき問題のクラスを社会グループや目的グループからどんどん情報を集めて大きくしていく、でこれがいつかこう交わるわけなんですね。そしてこの交わった部分が解ける問題で解いてみる問題ということで、この時点でまあ研究が完成するわけなんですね。で汎用グループというのはこちらの解ける問題のクラスを大きくしていくという役割を担っています。そして3番目は社会における人工知能研究グループ。こちらが AI が普及するに従っていろいろ起こり得る社会的な問題、法律的な課題を解決していく役割を担います。で主な研究テーマはプライバシーの保護から人工知能の倫理、個人のデータをどのように流通させるかというシステムで法制度の提案といったところがテーマになります。必ずしも今の法制度は人工知能のデータ利活用に対してうまくできていません。例えば Google にしてもその AI が非常に社会的影響が大きいということは分かっているので、法律屋さんあるいは社会科学の人、そういった人がどんどんと入って発言をしている。ですからやっと日本でも倫理であるとか法制度を扱うグループができたというのは、これが本当の人工知能の今後に対してあるべき姿であるというふうに考えられます。AIP センターは2016年に発足いたしまして、で今一定の研究者が集まった段階で組織としてのマネジメントを強化するということが、喫緊の課題として挙がってまいりました。センター長室はそういうことを受けまして、センターのマネジメント力の強化という、そういうミッションを持って発足した組織であります。通常はプロジェクトを立ち上げるというふうに言いますと、まずビッグピクチャーを描いて、それを実現するための課題にブレイクダウンして、その課題を実行可能な人材を集めるというのが通常のやり方だというふうに考えますが、私たちは全く逆のアプローチを取っております。そして現在自分たちの強みを明確にして、それに基づいたビジョンを策定するというのが現状の AIP センターの一番大きな課題かなというふうに私は考えております。このセンター全体としては基礎研究を重視しますが、それだけではなくて応用研究というのも積極的に行う。でさらに応用研究の場合はいろんな専門機関と連携をして研究をしている。それが大きな特徴だと思います。で、重要なことは今のその技術をどういうふうに使ってどういう価値を生むかということも重要なので、おそらく研究者もですね、多くのいろんな分野の人が参入してきて
もっともっと盛り上がっていくのかなというふうに予想しています。